波に、まあ、乗るときはなるべく前に人がいないところで乗るっていうのを心がけて、ついてない方で漕いでる感じ。使ってもいいんだよ、両方使ってもいいけど、片手でしてもいい。片手で波がこうなってるとき、わかる、こう来るとき、そう来るときに一緒に乗っていく。でもそこは漕がないと、自分も漕がないと乗れない。自分も漕いでいかないと乗り遅れちゃうから。どうするの寝そべって、はい、寝そべってから寝そべって、ね、立つとき足動かさずに下を向かないで前を見る。前を見て体を起こして右足動かさない。このまま体を起こして下を向かない。なるべく足真ん中、この線の真ん中で前だけ。下向かない、下向かないで。ああ、動かないんだよね。右足動かさないよ。足つま先で、つま先で立ったらバランスが悪くなるから、なるべく引っ付けて、この足縦の方がこう下向かない、下向かないで飛ばない。飛ばなくていいから、そのまま右足をそのまま、せーの。ああ、だいぶよかった。足が今どうなってる？真ん中、真ん中ちょっと押さえるように、こんな感じ、こんな感じ。せーの。おお。大丈夫今ので。立てそう。おお、立てる。大丈夫。実際に乗ってみよう。この顔が早い。実際に乗ってみよう。
初めてサーフィンに乗ったけど、はい、すぐ乗れて楽しかったです。しかもサーフボードを買ってみたくなりました。ポーズ変えていいよ。はい、ポーズ。はい、今日のボディーボードはどうでしたか？楽しかった。何をボディーボードの感想をお願いします。楽しかったです。ボディーボードのことがよく知れてよかったです。後ろの方はどうですか？サーフボードを乗れたのでよかったです。皆さん上手に乗れましたか？はい、はい、今日のボディーボードの感想もお願いします。ボディーボードは2回目だったけど、はい、サーフィンのやつは初めてで、はい、最初は怖かったけど、はい、1回乗ったらちょっとも楽しくなったのでよかったです。私は、ボディーボードは最初は難しかったけど慣れてきたら上手にできたので良かったです。皆さん上手に乗れて良かったですね。はい。